いい形でスピーディーな連携取れた練習ができたと思います。いや上がってると思いますし、あとはフィニッシュのところだけだと思ってますし、そこの精度がもっとないといけないと思ってますんで、この、まあ、この1週間またそういうところをやってきましたし、まあ、そういうところでもみんな集中してできたとは思います。まあ、やっぱり一人だけじゃなくて、やっぱり全体でタイミングだったりクロスのタイミング、パスの出すタイミングだったりっていうところも合わせていかないといけないですし、やっぱり今クロスのところでいい形まではいってるんですけど、やっぱタイミングのところで合ってないっていうところがちょっと多かったので、そういうところの精度がもう少し上がってくるようになれば得点っていう結果にもつながってくるかなっていうのは思いますね。まあ、ビルドアップのところですごくスムーズに相手陣地まで持ってこれてますし、本当にそこの精度っていうところは上がってきてるので、あと本当にそこのフィニッシュのところのラストパスだったりっていうところが上がってくればすごくいいサッカーになるかなっていうのは思いますね。まあ、守備のところを意識してやってたので、守備のところはすごくチームとして良かったですし、まあ、あとはチャンスがある中で2点だったっていうところの少なさだったり、やっぱりそこの最後のフィニッシュってところがもう少し欲しいなっていうのは思いましたね。うん、そうですね、すごく意識してくれてますし、すごくこう目が合うので、そういうところでタイミングだったりっていうところは取りやすくできてますし、もっともっとこう自分が気を利かして、うん、もっと前向きでプレーできるようにもう少しサポートをしていきたいなっていうのは思いますね。やっぱりクロスのところの、まあ、カルがこう抜け出した時のクロスの入り方だったりっていうところも意識しながら、でもそれだけじゃなくて、やっぱりカルのこのその個の力をどれだけ活かせるかっていうところが相手にとっても嫌だと思いますし、そこを引き出せるように自分もその動き出しだったり潰れる動きだったりっていうところをできていけば嫌なプレーができるかなっていうのは思うので、そういうところを意識してやりたいなとは思います。まあ、自分はそのスペースに走っていくっていうところが得意だと思ってますし、まあ、そういうところももっともっと回数増やしていかないといけないなっていうのを思いますし、あとは守備のところのスイッチだったりっていうところも意識してやってるので、まあ、そういうところでやっぱワントップで自分の良さを出したいなっていうのは思ってますね。そうですね、やっぱりやってることをやっていかないといけないですし、まあ、まずはその得点のところをどれだけ取れるかっていうところが課題だと思いますし、そこをチーム全体でできるようにやっていきたいなと思います。足元のうまさだったりっていうところもそうですし、やっぱり監督が変わってすごくアグレッシブルになってると思いますし、球際のところは絶対戦ってくると思うので、そこで負けないようにしないといけないとは思いますし、あとはどれだけ自分たちが自分たちのサッカーができるかっていうところもチャレンジしていかないといけないですし、あとはその結果のところでフィニッシュのところっていうところをやっぱり意識してやっていきたいなとは思います。あまりいろんなところにはいけなかったんですけど、奥さんもすごくいいところだなっていうので、まあ、外には出れてなくてちょっとストレスは溜まってますけど、すごく充実した日々は過ごせてると思いますですね。やっぱり得点ってところが一番大事だと思ってますけど、
まずはそのチームのためにできることを90分間やるっていうところを意識しながら、その得点のとこっていうところを狙っていきたいなとは思ってます。そうですね、まあ、あんまり目標立てて達成したことないので、今立てないでやってみようっていう風にしてるので、ちょっとそれでチャレンジしてみたいなっていうのはあるので、ちょっとすいません、目標はないですけど、でも毎試合取れるようにやっていきたいなと思います。